おはようございます。10時40分なんですけども、ちょっと遅めの朝ごはんを食べていきます。編集をしてまして、編集中にねちょっとこれを飲んでて、ブラックコーヒーとかじゃないんですけど、ノンシュガーのカフェラテみたいな感じです。ちょっと飲み物はね、砂糖はできるだけ取らないようにしてて、カフェラテ系飲みたい気分の時は一応ノンシュガーを飲んでます。で、朝ごはんはこちらで、まあ、いわゆる沼ですね。あの昔ね、マッスルグリルさんっていうあの YouTube でやってた、もう結構有名ないわゆる沼です。昨日作ったやつなんでめちゃめちゃ水分が飛んでる。いただきます。うん、もうね、本家とね丸パクリなんで、私の動画を見てる方は、まあ、分かるかとは思うんですけども、もう調味料とかも本当もう丸パクリっていう感じですね。アレンジは一切多分加えてないと思う。じゃあまず材料紹介。お米、オクラ、干し椎茸、わかめ、ラスト鶏胸でございます。以上です。これなんでいいかっていうと、効率がいいですね。効率よく栄養を取るっていう感じ。美味しいのよ、普通に。なんかいろいろやっぱり原料のさ、食べてきたんですけど、なんかここにたどり着くよね。お米を私は1合いつも入れてます。普通に1合入れます。なんでオクラを入れるのかっていう理由は、なんか言ってたのはね、鶏胸を細胞レベルに柔らかくするためって言ってたような気がする。だから私はもう全部その通りにやってます。皮を剥いだ鶏胸を入れます。だいたいこの1合に対して1切れ分これ入れる感じですね。やって適当に入れます。切ったりとかは一切しないので、この料理包丁を使いません。なのでもうマジ楽だからね、本当に。このね、鶏胸にしっかり味が染み込むように一回ここで塩入れます。これはピンクソルトですね。で、オクラはね、だいたい11本ぐらい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これは適当ですね。わかめね、これはね、かさ増しにめちゃくちゃいいです。わかめってやっぱね、減量中絶対必要ですね。で、こちら沼セットって言ってんだけど、この干し椎茸を、まあ、こんな感じで砕いて入れちゃいます。この干し椎茸があることによってめっちゃなんか出汁っていうか旨味が出る。考えたの本当天才ですよね、まあ、この辺はもう0キロカロリーなんで、もう好きな人はいっぱい入れちゃってって感じで。カレー粉です。結構かけちゃう。これも適当です。また塩、意外とね塩は多めの方がいいです。で、このね岩塩はねあんまそこまでしょっぱくないんですよ。で、お水、これがね意外と大事で結構たくさん入れます。もうねこれ5合分の炊飯器なんだけど、5合よりちょっと上まで入れます。炊き上がりはもうおじやってよりも結構スープとかそっち系に近い、めっちゃシャバシャバです。でもそれがねまた美味しいんですよ。で、まあ結構たくさん入れて、こんぐらいになるまで入れて、でこれでもう炊くだけです。炊飯して8時間ぐらい保温できました。で、こんな感じでしゃもじで裂くだけでね、ホロホロホロって細胞レベルにこうできてます。こんな感じで3食に分けて食べていきます。1つがめちゃくちゃ量が多いんですよ。これやっぱり水分が多いんで結構お腹いっぱいになります。なんか最近はめっちゃスイッチ入ってる時はこういう感じのをずっと食べてるんですけど、チートが週に1、2回ぐらいあるので、で調整してるって感じなんで、今日は無理やりカメラを回して気合い入れてる。できるだけ午前中とか早い時間にトレーニングしない場合はちょっと朝空腹時間を作るっていうのをしてます。今ねめっちゃ脂肪が多いんで、空腹時間が長くても全然かたぼらないんで、うん、16時間18時間ぐらい空腹時間、前日の夜から次の日の朝のご飯までどれぐらい時間あっても、別に その後トレーニングしなければ肩ぼることはないので、空腹っていう時間もたまに作ってます。うん、これはなんか昨日食べ残したかぼちゃですね。うん、こんな感じで朝ごはん食べていきたいと思います。マイブームがドライフルーツなんですよ。で、この間さ鎌倉
行ってドライフルーツ屋さんがあったんでふらっと立ち寄ってみてちょっともう結構食べちゃったんですけど、ピーチです。でイチジクとかオレンジとかが入ってたんですけど、でそっからなんかドライフルーツがさめちゃくちゃ美味しく感じてさ、もう止まんなくて、いや逆に太るみたいなぐらいめっちゃ食べてて、業務スーパーに行ったらドライフルーツがさ売ってたんですよ。オレンジとピーチみたいな感じでめっちゃ美味しくて超ハマっちゃって、これもちろんさ糖質だし、なんてさこれこのイチジク以外は結構普通に砂糖でコーティングしてるから、まあ、普通に糖質食べ過ぎたら太るんですけど、なんかどうせ太るんだったら体にいいもので太った方がいいかなっていう、なんかそういう理論、私の。これもデーツです。美味しい。オレンジがね一番美味しい。こういう感じになってるんですけど、周りがちょっとほろ苦くて甘さもあり酸っぱさもあり苦さもありみたいな感じで、これ超好き、うん、気づいたら一袋なくなってるっていうのがよくある。マジダメ本当に。まあでも毒ではないんでいいかなって。パーソナルの間が1時間半休憩があるんで、ちょっとトレーニングは今日は背中をやります。だいたいねセッションの間にトレーニングするのが多いですね。他のトレーナーさんにやってるところを横でやるみたいな感じが多いです。みんな上手なんでトレーニング、じゃあ頑張ります。お腹空いた。仕事が終わってその後にちょっとドクターストレッチに興味本位で行ってみました。回数券を買ってしまいました。ということで夜ご飯です。作っていきたいと思います。もう化粧とかもやばいね、ないね。もう家に何もないので、何もない時じゃあどうするかっていうと、冷凍野菜をですね大量にいつも一応ストックしてあるんですけど、それをもう解凍して食べるっていう、ただそれだけです。なんか冷凍野菜は結構ね万能なんで、家にあった方が、野菜がないからじゃあ自炊やめようとかってなっちゃうともったいないじゃないですか。冷凍野菜は置いといた方がいいと思います。ズボラクッキングへようこそということで、まず今家にあるのが、まあ、アボカド、まあ、ちょっと鶏胸、これはねコストコで買ったサラダチキンみたいなやつをちょっとカットしてます。適当にこんなところで、ブロッコリーとオクラと、まあ、かぼちゃ、こんなところをお皿に盛り付けて、あのレンチンして解凍して、ただこっちだけを食べようって。なんでもいいからさ、もうなんかアスパラでもインゲンでも里芋でもさ、とりあえず野菜をまず買おう。糖質高めの野菜はまあグラムというか分量をちょっと気にするぐらいで、あとはね適当で大丈夫です。野菜なんて今日で言うとかぼちゃとかはちょっと糖質があるんで、あーミニトマトがあれば最高だったな。でまあちょっとこんな感じ、結構モリモリですよね。こんなたくさんなるから結構これいいよ。とりあえずこれをレンチンしてきます。はい、こんな感じの盛り合わせが完成しました。でちょっとデーツをこれに足しました。ちょっと頑張りすぎじゃないっていう感じなんですけど、ダイエット的にね。なんだけど今までちょっと調子乗りすぎたんで、これぐらいやらないと痩せない。気合が入った一日のフル食でした。これからも私もダイエット頑張っていきたいと思います。はい、ということで今日の動画は以上になります。この動画がいいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。